カズ、リリ、モモ、せーの、ヘンテコリン。ということで、どういうことで？何ですか？知ってるの？知らない。何だって知らない？知らない。レンリアトリオ。はい。はい。トリオだったんだ俺ら。でトリオだろ、3人3人組のことだ。バカバレた、バカバレた、やばい。レンリアトリオ、イエス。こうしてるか、知ってます、知ってます、知ってます、なんでそんな、まあでもね、3人真実の恋愛をしてきたわけじゃない。はい、はい、してきた、ありがたいことに。あー、いや違う、レンリアって知ってる。あー、そっち。そんな3人に僕が持ち込み企画を持ってきました。お、終わった、ダダンダダン、視聴者の恋愛相談乗ってみた。おー、いいやいいや、好きや、こういうの。まあ恋リアでさ、はい、世間にこう恋愛を見せてきた3人じゃないですか。はい、ね、告白されて、やめてマジで。え、ルキ君告白されて、違う、されてるよ、されてる、告白して、告白して、休館長の人に振られて、やめて、付き合って、はい、すごい、みんないるわ、恋愛の酸いも甘いもみんな経験してきてるわけですよ。はい、確か、うん、その3人、恋愛マスター3人に、まあ現役高校生の恋愛の悩みを解決をしてあげるもの。いいじゃないですか。結構ポンコツおるけどね。うち多分なんもない。募集とかしてないじゃないですか。あ、確かに。うん、いや、インスタライブをして、あー、確かに、うん、で、あのコラボに上がってきてもらうみたいな感じで、直接お話をしながら、あの悩み相談したいな。めちゃめちゃいい神企画。ノーマルでいくつもり、うん、メガネやば、ちょっと目ん玉ちっちゃい、メガネ取ったの、メガネの取り方がドクター X なんだ。こう取るんだ。ヘンテコリン。ではライブ配信いたします。スタート。レッツゴー。スタート。私こそ恋愛してます。告白したいですみたいな子。で、人はね。ぜひ言ってください。コラボしましょう。見て、恋愛相談したい彼女持ちの人に恋してしまってる。いや、いいね。いいね。レッツゴー。こんにちは。やば。すみれちゃん。じゃあお悩み聞きましょうか。お悩み聞きましょう。ましょう、ちょっとあの多分絶対テンパっちゃうと思って、はい、ちょっとメモったやつがあるからちょっと。わあ、すごい。すごい。優秀。優秀ね。俺とももかより優秀多分。いや、それはそう。それはそう。小学校の出会った人で、はい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 、なんか去年の10月くらいに、なんかインスタの方がつながれて、で、なんかそっからなんかほぼ毎日 DM とか続いてて、おいいね、楽しいで、けど、まあ、その人はまあ今1年半付き合ってる彼女がいて、わ、長っ、1年半DM で話していくうちに、なんか昔その人が言われて嬉しかった言葉とかがなんか思い出すようになって、うん、で好きになりかけてるかなって思ったけど、いや、それは好きだよ、彼女がいるっていう、そう、もう知ってるから、だから歯止めかけてるっていうか、好きなのは自由だからね、で、うん、でもやっぱその人と DM で話しちゃうと、やっぱ、あ、やっぱその人が好きなんかなって思って、でも彼女いるからどうすることもできひんなっていうのを相談したいです。あー、なるほど、そうです、なるほど、すいません、なんか長々、いやいやいや、ありがとうございます。ガンガン行っちゃい、ガンガン、俺ガンガン行っちゃい派なんだけど、ガンガン行っちゃい派、うん、え、どうするの、ももこやったら、彼女持ち好きになったらどうする、諦めることはできなさそうで、うん、同じな気がする。 N ね、 N、うちもその人のこと覚えてないから、大体性格も知らないからね、高校生の、もうすぐ別れるよ、高校生のね、もうすぐ別れるよ、その長く続く高校生カップルってなかなかいないから、多分1年半ぐらいで別れるんじゃない、じゃあどうする、飽きてくる、時間や時間や、飽きてくる。男の子にはさ、ちょっと好きかもみたいなことは伝えてるの、いや、言えないよね、一個も言ってないの、それか小学校卒業してから一回も会ってないっていうのもあるから、それでなんか自分が行くのも、うん、久しぶりの再会じゃない、これ、なるほどね、
友達のさ、彼氏とかならまだしも、私の彼氏だったらいいかなって考えてる。俺だけかな。俺だけかな。結婚してないから。結婚してて行くならちょっとそれはちょっとやめないわって言うけど、来てるだけだからね。確かに。でもなんかそのガツガツ行こうとしても、行き方がわからないっていうか。でも急にガツガツ行くのも変だからね。そこカズ先生じゃない。いや、なんでガツガツ男よ。ガツガツいけないリリカ得意じゃん。カズ先生、あ、リリちゃんいける、もしかして。でリリカはどうなの、あの彼氏いる身として。うん、別れるまではもう何もしない。自分の彼氏が他の女の子にアタックされてたら、彼女いること知ってんのに、なんでこの子アタックするんかなってちょっと思っちゃうかもしれへんの。好きだからしょうがなくない。まあね、好きだから知らないと思っちゃうけど、なんかその子が別れてからでも遅くないかなって思っちゃう。どうするの、そのまま結婚しちゃったら。結婚しちゃったらもうそれはそれよ。ダメだよ。諦める、諦める。ダメよ。え、なんで。でもさ、それでさ、コロってこっちに来てくれたら、多分その男の子また同じことする。いや、わからんよ。めっちゃ運命なのかもしれん。そうなのかな。そうなのかもしれないね。ちょっと待って、わかんない。すみれちゃん、ごめんね。どうしよっか。どうしよっか、すみれちゃん。すみれちゃん、どうする。いや、でもなんか、リリちゃんのお話を聞いて、でも確かにその自分がその彼女の立場やったら、え、知ってんのになんで行くんとか思っちゃうやろし、その男の子側にも彼女いるの知ってんのに、なんなんやろってなるかなって思うから、難しいな。待ちます。あ、ほんまに待つ。大丈夫、結婚しちゃうかもよ。結婚しちゃったら本当に大丈夫。今どうこうするつもりはないけど、好きとだけは伝えるのはありかもね。うん、いやでもそれ難しいよな。うん、俺はね、それやめちゃうね、めっちゃやる。急に何言ってるの。じゃあ1回目の告白はもうあの OK もらうつもり。そうなの、そうなの。もうね、軽くなんか好きだけど彼女さん、彼女さんいるって知ってるから、まあそれはアタックじゃない、ほぼ。なんかもうそれで止めたらいいんだよ。そうそうそう、付き合うとかじゃなくて、うん、もうなんか好きってことなんか伝えておくね、だけでも止めれたら向こうも気にしちゃうから。確かに、それが、あ、それ強い。それはほぼアタックや。狙ってるよ。作詞ですね。作詞ですね。で、その後に連絡しないの。連絡しちゃダメなの。おお。経験者。経験者語る。経験者。その後に連絡しなかったら向こうから来る。確かに。てか毎日 DM してる時点でちょっと向こうではね、あれなんだよ。そうなんだ、そうなんだ。好きっていう気持ちはね、いいことだから。そうだよ、本当に。そうだよね。まあまあまあ、ネガティブにならずにね、頑張ってほしいな。うん、頑張ってほしい。え、頑張ってね。頑張って。すみれちゃんの恋愛応援してます。応援してます。ありがとうございます。教えてください、いい感じになったら。報告教えてね、報告。別れたら教えてください。なんでだよ。あそこか。ありがとう、ありがとう、バイバーイ。ありがとうございました。ありがとう、大好きです。ありがとう、嬉しい。やっと。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。かわいい、声かわいい、声かわいいよ、声かわいい。一人目すみれちゃん、まあ、ね、解決策になったのかわかんないけどね。へんてこりん。ギリの元彼の伝説の話聞く。めっちゃめっちゃあれやけど、ルルルルルル。なんかね、初彼でリリその時付き合ってた彼氏がどういうものが彼氏かもまだ分からない時期だったの。確かに中学生だったからね。で、夏休みに入った瞬間に音信不通になったのね。で、リリは結構 LINE とかが好きやったから、おはようって送っても何も来ないの。でも、おはようとおやすみは毎日送ってたのね、リリ。だからもう一方的にさ、鬼の修理。おはよう、おやすみ、おはよう、おやすみ。なかなか諦めるよ、2日目ぐらいで。ラインのトークで来てたら、もうこっちだけがめっちゃ送ってるみたいな感じのやつだって、うん、で、1ヶ月ぐらい経った時に友達にさすがに相談したの、うん、電話しやって言われて、電話じゃなくしたらいいんしたの。そしたらパッて既読がついて、え、なんで今まで返事してくれんかったんって返して、リリも友達にこうやってゆりゆりゆりって言われたから、うん、そしたら全然キレてたって。もうなんか、やばもうなんか今は夏休みの間今はさ考えられへんなって思うけど、その時はあ、充電切れてたんやって思ったわけよ、リリも。もうリリじゃあバカや。めっちゃ面白い。スルーだな、スルーだな。ありがとうございます。はい、じゃあ次ももか。え、なんもないよ、ももかだって。からの失礼だよ、マジ。小1の時は可愛い声してたわ。あ、何してたの。なん
か、まあ、好きな子がいたんですよ、うん、A 君なんだけど A 君はあのうち男の子あれだったから、うん、その時もあんまり話せなくて声をかけてもらおうと思って、うん、その方法がね何やめてドアあのガラガラガラって指開いてさ、うん、教室入るじゃん、うん、でドアのところにこうやってもたれかかって待ってるの怖いこれで通る時に通るまで待ってるのね、うん、で話しかけるかなって思ってこうやってなんか待ってたら毎回素通りっていう小1でしょ、うん、小1やばくない小1でその戦略やばくないその根性は今どこ行った待ってて話しかけないからあダメかみたいな思ってへんてこりん好きな子に告白したいです来た最高マジで来たこんにちはこれこんにちはあのいっぱいさリップのイベント来てくれてたそうああの子ゆうとくんだゆうとくんそうです合ってるよねあの子だよね合ってる合ってる今日はどんなお悩みがあったんですか自分今高校1年生なんですけどはい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 もんかの1個下ね中1の夏から好きな子がいてー長くないでずっと告白できなくて中学の卒業式の時にあの第2ボタンだけ渡してキュンキュンするなんかやっぱ、まあ、まだ好きな気持ちがあるんで、うん、ちょっと告白したいなとは思うんですけど、うん、なんかその関係が崩れるのが怖くてあ、じゃあ仲いいんだ今も友達まあはい話しますよこれ、会ったりするの結構いや学校とかいろいろ忙しくて部活とかも忙しくて会えないんですけど、うんまあ、結構連絡は取ります電話で連絡とか取ったりしてんの LINE? いや電話はたまにしますえもう電話すんな勝ちやんえ直接会ったのはいつが最後先月ぐらいに1回あいいやんめっちゃいいじゃんこれさスタジオ呼んでさ告白しない告白したいですじゃあしようイエーイ告白しようよで、どうやって告白したら最高いいね待って来たそれはもうリリカさんに聞いたら間違いないよ、ね、やめて やっぱ、ね、教えてリリカさんバックハグがいいねえやめてやっぱ歌作った方がいいやめろお前やめろどっち言ってもあかんねんこれえマジで告白してほしいよねこれしてほしいガチでしてほしい一緒に考えようあ確かに考えてほしいです同い年高一あ同い年ですふん彼氏いる向こういやいないですへえ勝ちやえそういう話するんですかなんか好きな人いるのみたいな勝ちやいや、まあ、たまにしますうん、勝ちだ好きな人いるのみたいな誰みたいな話は勝ちなんで俺って聞いてみたらいいじゃんダメかいや、それで違ったらちょっと傾いてんだ弱い、弱いどこ住んでるのあ、東京ですおお。告白の場作っちゃうへん公園とかで呼んでもらってリリたち行こうよ行きたいんだけどちなどういや、あどうだろうありかなしか、なしよりのありか、ありよりのなしか告白はしたいですうん全然電話でもいやでもやっぱ告白するなら直接言ってかっけーかっけーなんかいい感じのお友達止まりの関係だから友達が崩れるのが嫌だってことだよねそうなんですよね彼氏さんできるかもしれないもんね、ほっといたらねうわ辛いよ、そしたらでも付き合ったら向こうに彼氏できたらちょっとやばいっすやだよね来てほしいか来てほしくないかどちらかといえば来てほしくない告白の場にいや、まあいや、どちらもいいどちらもほんまにほんまに嫌ではないです嫌ではないよね気まずい気まずいよね気まずいよねちょっと恥ずかしいっすそうだよね恥ずかしいよねどうしようかちなどんな告白したいのとかあんのずっと好きだった気持ちは伝えたいです素敵ー確かにそれだけでいいよ普通に王道な告白が一番いい短い文でパンって間違いない王道って何王道に好きですそうなんかバックハグとかしなくてもいいしなくていいよバックハグはいいけどねいいけどねバックハグはいいけどねでも俺が一番いいのはやっぱ夜なんだよね夜が一番ロマンティックどこどこ
るほど。俺だったら渋谷とかいる。渋谷どこ？わかんない。渋谷で告白するとかある？あんな人混みで。いや、俺渋谷の穴場知ってんだよ。嘘、連れてってもらおう今度。いや、家族のデート。あ、いいね、体験。あ、やろう、絶対連れてから。そしたらみんな集まっちゃうじゃん。あ、まあいいや、そんな話どうでもいいんだよ。夜景見ながらとかいいよね。が、いいね。あ、でも公園もめっちゃいいと思う。公園いいよ、ありきたりやけど。ね、それがいいんじゃない、やっぱり。いや、頑張ります。はい、ありがとう、ゆうとくん。ありがとうございます。ありがとう、頑張ってください。え、どう思う？はい、どう思う？告白できる？すぐに結構好きってことはできる方、できる人？いや、そんなかな、すぐにはしないかな。あ、結構考えて考えてって感じ。うん、もうかは？なんかできないじゃん。モモカはって聞いちゃったけど、この流れで聞いただけよ。リーガもしない、できないでしょ。できない。リーガとモモカできないでしょ。できない。相手待ちでしょ。うん、相手待ち。相手を告白させようとリリカは戦略的に。ねえ、あれはスガちゃんの時ね。違う、やばい、言っちゃった。どういうこと？違う。スガちゃんの時の。やばい、ごへん。そういう動画の企画があったんですよ。スガちゃんっていう方に。そう。へっ、でこりん。モテ期はいつ来ましたか？モテ期？モテ期来たってあんまない。ある？逆に。あるじゃん。はい、あ、神戸人口8割。あれ？いや、なんなのずっと持ってきてるか分かんない。分かんないね。あ、ねえ、なんで？ゆりかさん。ねえ、モテ期あるでしょ？俺モテてたな、こん時みたいな。あるでしょ？こん時ピークだったの。でも。ピーク。おお、え、どういう感じで言われるの？そん時俺、これいいのかな、別にいいかもしれない。まあ、俺、いい感じの子がいて、その時ちょっと好きだった子がいて、で、なんかその子の友達の子がいて、その友達の子がなんか電話したいって言われて、電話したの。電話したらなんか、俺のこと好きみたいな。あ、その友達が？そう。その時夏休みだったんだけど、なんか夏休み1回でいいから会いたいみたいな、うん、それで諦めるからみたいな、うん、うわうわだった。うわうわだった。その本命の子を言ったやん。うん、その子はどうなったの？付き合った。あ、そうなんや。その子、付き合ったらって。モテ期いつ？うちに聞く。うちあるんだね、モテ期。いついつ？結構待ち。いつ？年長。年長。早っ。いや、3回来るからね。そうだね、あともうちょっとで、もう、うん、あと2回来るもん、ね、かかんない、老人ホーム行くじゃその流れだとそうだよ、極端すぎるだろ、絶対。老人ホームで来るんじゃない。で、大本命のリリカ様は中2、中3、高1いっぱいや。長っ。もっとでしょ、本当は。そんなことない。そこがもう鬼のラッシュ。うん、エピソード、初カレーができる前に一斉に告白されたの。同じタイミングぐらいで、なんかめっちゃ自慢みたいになるけど。いや、自慢して自慢して。自慢しろ自慢しろ。セブンぐらいから告白されたの。やばー、7人だって。7？ 何事？バッチできんじゃん。やばすぎ。好きだった人がいたからその人と付き合う。それなんかテレビであるやつじゃん。俺もいや、俺がバスケでも2位余るからね。やばいっすね。でもその人がそのオラオラ系じゃなくて、ちょっとなよなよ系の人、いや、めちゃくちゃいい人やったから、そのいけると思った人たちが付き合ってる時も告白してきてくれてたのね。そうなの、付き合ってても。で、そこはキープしといて。なんで？違う、ちょっと置いといて。ちょっと置いといて。違うよ、断って、割り切った関係でみたいな。ちなみにさ、付き合ってる最中に何人に告白されたの？それはそんな。いや、いっぱいいる人だ。いやいや、言っちゃって。ん？20人くらい。20人くらい。ほら、にしまく。終わりでいいですか、もう。本当？ガチ？もっとあると思うんだ、リリちゃん。絶対隠してる。ガチで？ね、もっとね、好きな人いっぱいでしょ。もっと隠せてほしい。私を取り合わないで、ね、私を取り合わないで。やば、私はみんなのもの。あ、黙れよ。へっ、でこりん。
この子行きましょう。両思い感ある人に告白したいけど思わせぶりする人だから告白できない。でも告白したい。お、それではレッツゴー。最後、最後のふうかちゃん。ふうかちゃん、思わせぶりね。思わせぶりはね、りりか得意だからね。ね、何で。あ、違うか。こんにちは。こんにちは。あの、相談を聞かせてください。お願いします。好きな人に告白したいんですけど、はい、その人がめっちゃ結構いろんな人に思わせぶりとかする人で、うん、あ、なんでそれがみんなに思わせぶりしてるって分かるの、知ってるの。なんか作文で賞取った人がいて、うん、すごいじゃんって、うん、頭頭なでなで、頭なでなでは罪、ちょっと罪な男だ。そんな必要ないよ、頭なでる必要。頭なでられたらもうね。誰なでされたことあります？うちもその人にされたことはちょっと一回あるね。なでなで専門家なんだ。え、告白したいの？でも、はい、好きなんだやっぱ。でもそれだけモテるよね。ねえ、モテる男の子だわ。どこじみなんですか？でも少女漫画いっぱい読んでた。あ、北海道です。北海道カニ食いて行こう。北海道いくら食べたい。北海道行くついでに行こうかな。じゃあ北海道行くついでに行こうかな。さっきから逆言ってるよ。めちゃ北海道行くついでについでに告白。どうどうそういう男の子に対して女子メンバー。確かに、やだやだやだよ。ありえへん、もう無理無理無理とか言ってたから。ハマっちゃうんじゃない？そういうこと？実際そういう場面にあったら。どこが好きなの？普段あんまりそういうことしなくて、たまにやるみたいな。あ、なるほど。クールでギャップあるみたいな。好き、漫画あったら好きになっちゃうタイプ。あ、でもね、いいね。ちょっとライバルいるやん、ライバル。違う、やめて。沼っちゃうね、多分ね。そう、ちょっとツンデレなの。いいね、ツンデレ。ツンデレ。ももかの大好物。ももかの大好物。これは告白しよう。モテ男。これはいける。いけるって。いける。これはいけるよ。付き合ったら楽しい気がするよね。うん、楽しませてくれると思う。やっぱこの優しいだけの男ってつまらんやな。キュンキュン、スリルを味わおう。ハラハラ。急にだったらね。ね、刺激的だぜ。中二でさ、それ強くない？刺激の恋ってすごくない？まあ、俺ら応援する。うん。なんか進展あったら DM かなんかで教えてください。はい。急にいろんな経験になるしね。ね、なんか、いちゃいちゃい、告白しましたとかだったら本当教えて。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってね、北海道の寒さ耐えてね。耐えてね。あ、はい。ありがとうございます。じゃあね、バイバーイ。レッツ雪かき。へんてこりん。恋したいね。したい、恋。誰か私の好きな人連れてきて。斉藤さんじゃできなかったもんね、彼氏。斉藤さんはね、作っちゃった。あの神企画悲しいわ。神企画ね。神企画できなかった。運命の出会いしたいよね。確かに。そろそろなんか付き合ってないといけないさ、このあのね、この子って俺らどう思ってんだろうって思いながら、の時がいっちゃん楽しいんだね。リリリリリリってやってる時ね。分かる分かる分かる。最高。どうしたの？ということで、ヘンテコ恋愛相談終了。バイバーイ。バイバイ。急だね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。こっちやで。ありがとう。あ、バイバーイ。バイバーイ。